パリ五輪体操男子個人総合決勝31日ベルシー・アリーナ男子個人総合決勝で初出場の20歳岡慎之助20イコール特集会イコールが6種目合計86832点で金メダルを獲得した安定した演技を揃え2種目目のあん馬でトップに立ち0233点差で逃げ切った日本勢の制覇は 2012年ロンドン五輪から4大会連続で6人目2連覇を狙った橋本大輝 22= イコールセントラルスポーツは84598点で6位だった死のにじむような努力をした丘の原点を知る恩師がいる岡山ジュニア体操スクールの三宅裕司代表57は一番の武器は綺麗なところと強調する 小学2年で入ってきた丘は柔軟性に優れていた。器具に頼るとあまり良くない。綺麗にすることや細かいところは反復練習なんで、すごく時間がかかるという考えのもと、5年生で初めて試合に出るまでの3年間は、ひたすら基礎練習。中学卒業後に特集会に入るまでは、1時間の倒立を日々続けていた。倒立では汗がポタポタと絨毯に流れ落ち、 その後が今でも残っっているほど壮絶だった器具にもあまり触れず、柔軟などがメインメニュー。素直で忍耐強かった岡少年は、本当にコツコツとやっていたが、たった一度、限界を訴えた。お話があるんですけど、スクールの入り口でリュックを背負ったまま胃を決して切り出した。やめます、三宅代表は、無理、どうぞ入りなさいと一蹴した。すぐに諦めて、 ずっと入っていったのが素直な丘らしかった。才能を発揮したのは2015年、小学6年で出場した14歳以下のフューチャーカップの個人と団体総合で優勝した時だった。あんバよりも低い身長で立派な演技をする少年に世界のコーチが釘付けになり、わおと口々に驚いた。僕ってすごいんじゃないのと思ったと思う。みない顔をして 表彰台でニコッとしていたから、僕も写真をいっぱい撮りました。当時の興奮は凄まじかった。優勝したのが嬉しくて、どんどん体操が好きになっていった。基礎に加えて個性も伸びていった。中学生のときには地元のテレビ局の人に画面から出る。そこ、演技に合わせているのに演技をしていると大きく見える。あんなにちっちゃいのにと言われたことをきっかけに、 柔軟性の高い体をしならせたダイナミックで美しい演技を磨いた基礎と美しい体操が第一番で生きた橋本や中国の蝶にミスが出る中着地をピタリと止め続け大過失はなかった蝶との差は02331つでも何かが欠けていたらメダルの色は変わっていた準備してきたものがあったと大きくうなずいた岡は 質や完成度を上げてもっともっとレベルアップしたいと